どうも、サシさんです。今回はですね、もうすぐ始まる Amazon プライムデーセールについてでございます。Amazon はね、結構毎月のようにセール開催してはいるんですけども、このプライムデーセールはその中でもかなり規模が大きいものになりますので、普段よりね、対象製品が多いのもそうだし、割引率っていうのもかなりね、高いことが予想されますので、楽しみにされている方多いんじゃないかなと思います。で、今回はですね、そんなプライムデーセールで、少しでもね、損しないように、できるだけお得に買い物できるように、事前にやっておいた方がいいことを5つね、この動画の中で紹介していきたいなと思います。ちなみにプライムデーセールの開催期間についてなんですけども、これがですね、7月11日の深夜0時から、日付変わって7月11日になった瞬間から開催されるんですけども、実はですね、その2日前、7月9日の深夜0時からね、先行セールっていうのも始まるんですよ。おそらく先行セールの段階でかなりお得な製品っていうのもあると思うので、お見逃しのないようお願いいたします。はい、ということでプライムデーの前に準備しておくこと、早速一つ目なんですけども、これがプライム会員になっておくっていうことですね。プライムデーの対象には Amazon のプライム会員しかねならないんですよ。もちろんね、プライム会員以外の方でも普通に買い物することはできるんですけども、お得なねセール対象品の購入とか、キャンペーンの対象というのにはプライム会員しかならないはずですので、そこはね、事前に登録しておくことをお勧めします。で、今回ですね、キャンペーンが開催されていて、動画の概要欄にね、プライム会員になるためのリンク載せておきますけど、そのリンクから登録することで Amazon ポイント1000円分もらえるんですよ。これかなりお得なキャンペーンですので、まだプライム会員になってない方はですね、ぜひ概要欄のリンクから、登録してみてください。で、一応注意点なんですけども、プライム会員に登録してから30日以内にAmazon で2000円以上の買い物をする必要があります。そうするとですね、このキャンペーンページにクリアっていう表示がされて、プライム会員に登録してから60日以内にそのね、1000円分のポイントを受け取れるようになります。で、それとですね、 Amazon プライム会員になるメリットについて、もちろんね、今回のセールに参加できるっていうだけではないんですよ。たくさんメリットがありまして、まずはプライムビデオ、これ知ってるとか使ってる方かなり多いと思いますけども、Amazon プライム会員の方はいろんな映像コンテンツをね、そのプライム会員の料金だけでね、楽しむことできて、本当にね、面白い映画とか、流行りのアニメとかね、たくさんあるので、プライム会員の方はね、絶対使った方がいいサービスですね。で、二つ目が Amazon ミュージックプライム、1億曲が追加料金、広告なし、シャッフル再生で聞き放題というふうにあります。これ少し前にサービスが解約されてシャッフル再生になっちゃったんですよね。そこはね、ちょっと残念ではあるんですけども、一応ね、音楽聞き放題の、サービスもあります。で、3つ目がプライムリーディングっていうね、対象商品そこまで多くはないと思いますけども、対象の本がね、読み放題っていうサービスで、4つ目、個人的にはこれがね、一番大きな、メリットというか、普段からね、一番得してるサービスの一つではあるんですけども、配送料金が無料になったりとか、あとはお急ぎ便とか日時指定っていうのも無料で使うことができます。で、5つ目、 Amazon フォトズですね。無制限のフォトストレージ、最近のスマホってね、ストレージかなり大きいので困ってないっていう人もいるかもしれませんけども、何年もね使ってるとどうしてもストレージ圧迫されてしまうので、そういう時にね、画像は Amazon フォトズにアップロードしておけばね、端末のストレージが圧迫されなくて済むので、これもねかなりおすすめですね。で、最後にプライムトライビフォーユーバイっていうね、これ靴のマークなんですけども、服とか、靴とかバッグ、このサービス対象の商品だけにはなるんですけども、一回 Amazon から送ってもらって、その段階ではまだ購入になってないんですよ。自宅で試着したりとか、どんな感じか製品を見て気に入ったら返さずにね、使うと。で、やっぱこれいらないなってなったら、送り返すんですけど、その送料とかもね一切かからずに、無料でね試着できるっていう感じですね。これもねかなりいいサービスになってますので、プライム会員になるとこれらすべてね、無料で使うことができます。しかもね、一回もプライム会員になったことない方であれば、初回の30日間っていうのは無料なんですよ。気に入らない場合はですね、30日以内に解約してしまえば、その登録料もかからないので、ちょっと試してみてもね、いいんじゃないかなと思います。はい、続いてやっておくこと2つ目が、ポイントアップキャンペーンにエントリーするっていうことですね。エントリー方法は、この Amazon トップページの上にあるバナーをね、動かしていくと、このプライムデーっていうのがあるので、ここをクリックしてください。で、この画面が表示されたら、下の方に行って、
って、これですね、最大 15% ポイントアップキャンペーン、キャンペーンにエントリーするっていうのを、これね、必ず手動でクリックしてエントリーする必要があります。非常にお得なキャンペーンではあるんですけど、自分でエントリーしないとね、対象にならないんですよ。これはね、必ず忘れないようにやっておいてください。で、どういった内容なのかというと、全商品がポイントアップ対象、プライム会員なら 3% で、決済の時にパソコンのブラウザとかではなくてスマホの Amazon アプリから行うことで、プラス 0.5% で、決済方法 Amazon マスターカードを使うことによって 4% で、合計で 7.5% ですね。で、さらに Amazon デバイス、まあ、エコーシリーズ、リングシリーズ、 Fire TV、 Fire タブレット、 Kindle、こういったね、対象の Amazon デバイスは追加で 7.5% もらえるので、まあ、合計 15% の還元になります。で、キャンペーンの対象期間なんですけども、これは7月9日から7月12日までなので、先行セールの期間もね、対象になってるんですよ。で、合計1万円以上買い物する必要がありますので、まあ、そこもね、ご注意が必要かなと思います。合計なので3000円、3000円、2000円、2000円の4回買い物しても OK です。で、例えば 7.5% であれば、1万円買った時に、まあ、750ポイントね、還元されるっていうことですね。で、これも注意点がありまして、もうどんどん買い物していけば無限にね、ポイントが還元されるっていうわけではないです。上限が1万ポイントっていう風になってるんですよ。まあ、10万円買い物しても7500ポイントなので、なかなかね、上限達する人いないかもしれませんけど、100万円買ったから7万5000ポイントもらえるとか、そういうことではないので、ご注意いただけたらなと思います。で、注意点2つ目、これもらったポイントは有効期限っていうのがあるんですよ。ここに例が書いてあって、例えば8月1日にポイントが確定された場合、有効期限は、翌月の末ですね、9月30日っていう風になってるので、ポイントもらったらね、使い忘れないように、そこはね、気をつけていただけたら幸いです。はい、次がやっておくこと3つ目ですね。実はこれもう始まっちゃってるので、この動画見た方ね、すぐやってほしいんですけども、このね、下の方に行くと数量限定招待セール実施中ってありますよね。ここをクリックします。すると、まあ、こんな感じの、商品があってですね、モニター、パソコン、洗濯機とかいろいろあるんですけども、とりあえずね、この LG のテレビクリックしてみましょうか。はい、これが販売ページなんですが、右の方にね、招待をリクエストするってありますよね。これね、誰でもこの 89,800 円で買えるっていうわけではなくて、申し込んでおいて、それに当選したら、Amazon プライムデーのね、期間中にこの値段で購入できるっていうものになります。通常がね、 129,800 円のものが、まあ、4万円引きで買えるっていうね、セールになっていて、非常にお得だとは思いますので、この数量限定招待セール、確認していただいて、まあ、欲しいなと思った方はですね、事前に申し込んでおいてください。はい、そしてやっておくこと4つ目、それがプライムデーのスタンプラリーですね。このキャンペーン期間が6月21日から7月19日までもう開催されているので、やることができます。なんとね、これ10人に1人最大5万ポイント当たるっていうキャンペーンなんですよ。かなりね、当選確率高いですよね。で、スタンプ1つだけでも、まあ、こういったね、商品が当たるチャンスありますので、まあ、これもね、絶対やった方がいいキャンペーンかなと思います。で、これもですね、この参加するっていうところをクリックする必要あります。このスタンプラリーのページとかも概要欄に載せておくので、そこからね、チェックしてみてください。じゃあこの参加するクリックします。はい。で、僕はね、まだ何もやってないので、これね、クリアになってないんですけども、内容がね、非常に簡単なんですよ。ポイントアップキャンペーンにエントリーする、プライム対象商品購入する、プライムビデオ見る、プライムリーディングを読む、Amazon ミュージックプライムを聞く、まあ、要はプライム会員になって、買い物するだけっていう感じですね。で、これまだクリアしてないからやりたいなっていうのがあればですね、その部分クリックすると、まあ、こういったね、画面が出てきて、ポイントアップキャンペーンのページってあるので、まあ、これを開いてですね、まあ、エントリーすると、まあ、そんな感じで参加できるので、これもね、5つ全部こなしてみてください。はい、次がやっておくこと5つ目、今回最後の内容なんですけども、ブラウザに拡張プラグインキーパーをインストールするということですね。お使いのブラウザでね、キーパーって検索すると、まあ、こういうね、リンクが出てくるので、そこをクリックしてください。で、僕はですね、Google Chrome ブラウザで使っているんですけども、 Google Chrome 以外にも、Firefox とかオペラ、マイクロソフトエッジとか、サファリ、まあ、いろんなね、ブラウザに一応このキーパー対応してます。で、これインストールしたらどうなるのかというとですね、 Amazon の製品ページを開いて下の方に行くとですね、グラフが表示されるんですよ。これでね、一目で過去の値段っていうのを見ることができます。今開いてるね、このミニ三脚であれば、まあ、大体ずっと同じ値段ではあるんですけども、4月の22日から数日間、まあ、500円ぐらいね、安くなってるみたいな、
もう一個サンプルとしてね、ウエスタンデジタルの SSD のページも開いてみたんですけども、これもですね、9400円とか、まあ、500円とかで販売されてますが、少し前は8900円の時期もあったし、そのさらに前は、12000、3000円ぐらいで販売されたとか、そういうのがわかります。本当に安くなってるのかとかね、一目瞭然ですので、これもね、無料で使えるんで、ぜひね、ダウンロードして使ってみてください。はい、ということで今回はプライムデーの前にやっておくこと5つ紹介してみました。エントリーとか登録が必要なものについては概要欄にねリンク載せておきますので、ぜひねそちらから登録してみてください。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。